パイラルの北山雅人です。今回ですね、サンキホールボリューム5の方に出させてもらえるということで、今日は撮影の方で上京してからずっとお世話になっている代官山にあるヘアサロンスカッシュというすごいおしゃれなお店に来てます。いつもねカリスマがいるという有名なお店でして結構ロック好きな人は来てる方も多いんですけども、はい、かなりさっき終わったんですけども、いい感じの写真がいっぱい撮れて出来上がりが楽しみなんですけども、サンキューホールはですね、ボリューム2でうちのボーカルのタカが1回出てまして、で今回僕が出させてもらうことになったんですけども、3万3300字のインタビューということで、かなりロングインタビューですね。なかなかねこういう機会もないんで、いろんなことをしゃべろうかなと思ってるんですけどね、楽しみにしておいてください。ということで、デスパイラルですね、今年はいろいろ主催イベントとかやってまして、今後も主催イベントいくつか決まってまして、で年末に、ワンマンの方が決まってます。詳しくはオフィシャルサイトで確認してください。ということで北野雅人でした。